はいどうも、しろこりです。こんこり。メロンジャーニー続きを遊んでいきたいと思います。こちら、ホックタウンに到着したところでしたね。ベリー、ああ、ホックタウンでまた退屈な一日が始まる。今日も会議か。いつか必ず。やってみせる。社会からはみ出るのさ、絶対に。それが目標なんだ。あれ？あれ？猫？あ、取られた。取られたよね。大変、ブリーフケースが。大変だけど？すみません、タウンホールはどこですか？そこでドカーンとかまして、皆を私に注目させてやるの、やばい子？人々は私の心理と愛がこもった心からのメッセージを聞くべきなのよ。なんかすごい人がいるな。ホックタウンと周辺の地図。了解。急がなきゃ。急がなきゃと言いつつ、いろいろ見ちゃうんだけど、ホグマート、爬虫類の美容グッズから人工のメロン商品まで品揃え豊富な家族経営の小さな食品店。メロンダメなんじゃなかったっけ？人工ならいいんですかね？自動ドアの拭き掃除中なんだ。すぐ終わるからまた後で来てくれ。ちょっと足元に気をつけてくれ。この辺りでペットのアリが逃げちゃったんだ。踏まないように気をつけてくれ。アリアナ、そなたはいずこへ。アリの見分けつくのかな。お、あ、捕まえてくれた。待て、前足を上げろ。そんなに急いでどこへ行く。あんたに関係ないでしょ。話しなさいよ、豚ども。なんて言った。豚呼ばわりされたんだ、ヘッジ。豚？僕は混じり気のないハリネズミだぞ。さて、このブリーフケースの中身を確認させてもらう。いいな。ん？メロンの種？これはこれは、長い間檻に入ってもらうには十分な物だな。私のじゃない。そうか、シラを切るのか。お前を連行する。行くぞ。あ、ブリーフケースも没収されちゃったっていうか、メロンの種。お友達はメロンの種を、メロンが違法なここに持ち込もうとしていた。この紙切れ、カンタロープのブリーフケースから落ちたみたい。紙切れを拾った。 4RH。 うん、紙切れアイテム。紙切れ、ブリーフケースから落ちた紙切れ。 RH って誰のことだろう。アイテム一つ手に入れてないですね。気になる。これでどうしようか。みんなと落ち合う、合流する予定だった。どこにいるって言ってましたかね。これ以上は調べられないっぽいんですけど。あっちで一体何があったんだ。ああそうだ、ここではメロンが違法なのを忘れてた。やらなきゃいけないことがあったはず。おい、ハムスターだぞ。ハムスター、寝ちゃってる。ハムスターのコンサートすっごく楽しみだわ。朝早く来て一番いい立ち見席も確保できたし。そこが一番いいんだ。今逮捕されたあの猫、俺知ってると思う。名前はリリーだろ。ギャングに入ってからは話してないけど、ギャングたちと仲良くやってるんだろう。ああ、多分俺が仲裁に入るべきだったかもしれないけど、俺も今は追われてる身なんでね。今朝信号無視しちゃってね。誰にも言うなよ。分かったか？目立たないようにしなくちゃ。信号無視か。そいつはね。あ、猫姫。ヤッホー、ハニーデュー。お仲間はここにいたみたいですね。痛い。茂みのトゲが僕の小さな指を刺している。なんでポスターを吊るす仕事を受けたんだろう。まだ2631枚もある。すごいな。やあ、ハニーデュー。待って。何かを言う前にこれを見てみて。ちょっと君に見てもらいたくて頑張ったんだ。ああ、俺の筋肉。そうか。筋肉自慢なんですね。へへへ、それはそうと、カンタロープが私たちをここに集めたんでしょ？少なくともこの手紙によれば、
最近どうしてたの？信じてくれ、俺らは本当に忙しくしていたんだ。メロン滝を下るタンレムタルの乗り物で最高のスリルを体験してきたんだ。ハネムーンで一番楽しかったよね。そうだろう、ハニー。ええ、忘れられないわ。ハネムーンから戻ってすぐに城からの引っ越しがあって、ヒゲを溶かす暇もないわ。本当に姫なんだ。ああ、ちょっと心配になってきたわ。あのカンタロープはまだなのかしら。心配するな、ハニー。僕が全部なんとかするよ。だって名前通り僕はマッスルドッグだからな。すごいかっこいいヒーロー。姫様のためなら何でもしますぞ。ラブラブですね。あ、マッスルドッグ、わーかわいい。ゴホン、私たち新婚だから理解してね。あら、不安そうな顔ね。何か気になることでも？あら、それだけ？メロンの種でいっぱいのブリーフケースをなくし。メロンの種ですって？頼むよ、ハニーリュー。そんなものをホックタウンに持ってきちゃいけないって知ってただろ？ご注文のドリンクをお持ちしました。し。おや。初めて見るお方ですね。カフェ？このことはまた後で話しましょう。スタッフに私たちの会話を聞かれてしまったらおしまいよ。それにあのネズミの顔がいけすかないわ。顔がいけすかない。大丈夫かハニーリュー。よく聞くんだ、あの種は探すな。そうでないと大変な目に遭うぞ。何か必要だったら僕らのアパートに寄ってくれ。ライトグリーンの屋根が目印だ。見逃すことはないさ。この世界全部グリーンだからな。パフェ。今日の特別メニュー、草、ゼリー、芋のブラックティー、アップルパイ付き。 12.99 ドル。それなりのお値段ですね。ほんと最低、またすっぽかされた。今回の原因は何？僕の性格？それとも口臭？あ、もしかしたら僕は芯まで悪いのかな。そんなに落ち込まないで。何？二人っきりで会話をしようとしてるんだから、どっか消えて。こちらもラブラブな感じですね。ブツブツ、あの猫多め。何様だと思ってるんだ。ホックタウンの市長選に出馬しやがって。自分の王国があればもう十分だろう。なるほどな。ああ、朝のバニラ、西洋わさび、ラテの一杯はたまらないな。わさび入ってるんだ。カフェピオへようこそ。くるみチーズティーはいかがですか？いらない？当店の世界的人気を誇る飲み物が目当てでここに来たのではないのですね。先ほどのあの猫のリリーを追いかけているのを見ました。あなたはもっと用心した方がいい。至るところに目がある。誰に見られているかわかりませんからね。ヤングとつるんでるって言ってたからな、リリー。あ、コーヒー、手絞り、メルト、クリーミー、ティー、キャロットグリーン、アーティチョークジャスミン、ポークカレーウーロン。カレーウーロン？変わったメニューですね。さて、あ、これ猫王っていうポスターを貼ってるんだ。こっち行ってみる？あー、警察署だ。あれだけ多くのメロンの種、一度に見たことはあるか？あの子は種を買う金をどう工面したんだ？さあな、どっちにしろあの子は何も話さないし。まあ、ハムレー警部がこの件を引き継ぐまで待つしかないな。彼なら必ず吐かせられるはず。そっか、こっちでクエスト進みそうだから。右側は？ん、なんだ？パンクニュース。ちょうどいい。街頭インタビューをしよう。猫王がホックタウン市長選に立候補しましたが、どう思われますか？彼は聖猫だ。あいつはペテン師だ。いや、わかんないけど、猫姫ちゃんのお父さんなんじゃないの？わかんないけど、どっちとも言い難いな。あいつは聖猫じゃね？以上、街頭インタビューでした。多くの人々が異なる意見を持っているようです。
美しい。これは今までに見た彫刻作品の中でも最高傑作だ。消火栓のこと？ただの消火栓だ。そうだよね。郵便箱に見えるが本当にそうなのか怪しいですね。メモに何か書いてある。迷子のアリを探しています。あだ名はアリアナ。本名はアリアナ・アリデラス。見つけてくれた人には5ドル支払います。さっき探してた人だ。町に王なんていらない。市長が必要だ。こう看板を掲げて紙がないのをごまかしてるんだ。あ、そうなの？オグスワース反対。市長室から追い出せ。再選したら暮らしは散々だ。陰を踏むのって難しい。陰まで考えてらっしゃる。猫王はメロンを合法化しようとしている。猫王は間違いなく重犯罪者だ。なんでメロンを合法化しちゃいけないんだろう。ホグソンさん、ホグソンさん、おい、叫んでいるのに聞こえないの？どうしたんですか、レジナルドさん。ボソボソと話す喋り方はやめなさい。大きな声ではっきりと話して、その美しい声を聞かせてください。ホグソンさん、父さんの部屋に今すぐ入れて。大事な話があるんだ。どうせ輸入されたマットレスの埃を除去したいのでしょう、レジナルドさん。そんな仕事をお父様にさせてはいけません。市長はアレルギーなんですよ。お父様を病院送りにしたいのですか。でもホグソンさん、言い訳は無用です。家に帰ってご自分でマットレスの掃除をするのです。それが終わってからお父様とお話しください。そんなの不公平だ。こんな仕打ちはありえない。本当にマットレスの掃除を市長にさせようと。本当に？ホグワース、ホグスワース1世、ホグスワース2世、ハリネズミがずっと市長。ホグスワース市長に処方された錠剤やビタミン剤の瓶が薬用のトレイに置かれている。トイレ？トレイ？カール・メロン著書「犬の資本論」がある。読んでみる。メロン主義の目的はハムスター、ハリネズミ、犬、ウサギとそれぞれの種族が作り出した製品にある違いをなくすためで、これには様々な味のフレーバーヨーグルトなど多くが含まれるが、その中でもメロンが特に好まれることからメロニズムと呼ばれるように。メロンやメロン加工食品はあまりにも美味しく、我々の種族の生活を潤すのに必要と言える。したがって生産を再び開始するということは、自由な生物として再び生きることができるということである。え、メロン推奨な感じじゃない。この本のタイトルは、本棚からクモの巣を退治するための完全ガイド。知識ゼロから始める市長ガイドと、知識ゼロから始める市長の秘書ガイドという本がある。こんなところに置いといていいのでしょうか。ごめんなさいね。よく聞こえないから、もう少し近くに来てくださる？こっちね。あら、ホグスワース市長とお話しされたいのですか？今はヨーヨートリックの練習で取り込み中だと思います。市長は多忙ですし、邪魔されるのは好まないお方ですから。ヨーヨーで忙しい？うん。あらあら、若くて元気があるのはいいですけど、勝手に走り回られると困りますね。この人はフクロウなのかな。フクロウにしては。市長はとてもお忙しいお方で、用もなく市民を市長室に入れることはほとんどありません。まあその辺は市長のひいおじいさんとは違いますけどね。ではご紹介しましょう。ん？肖像画を見ていく感じ？こちらはホグスワース1世。彼は日夜を問わず市民の意見に耳を傾けていました。とても優しいお方でした。実は私を雇ったのは彼でした。ええ、私も退職しようかと考えることはありますが、思い出して考え直すんです。本当にホグスワース1世は素晴らしい市長でした。2世も同じだったらよかったのですが、亡くなった方を悪く言うのは良くないと分かっていますが、ホグスワース2世は、
心ここにあらずといった感じでしたね。多分彼はずっと父の名声に応えるよう努力したのじゃないかと。彼が成した一番の功績は跡継ぎとして息子を立派なハリネズミに育て上げたことでしょうか。うん。続いてこちらへどうぞ。めっちゃ紹介するや。ホグスワース3世が就任した時、彼はホックタウンの歴史で最も若い市長になりました。今のホックタウンは彼が描いた街の未来像が実現されたものです。ホグスワース3世の理想を貫くため、今のホグスワース4世が市長になることは決まったも同然でした。ええ、こちらはホグスワース4世。ゆっくりではありますが努力されています。彼のご子息であるヘジナルドさんも時が来れば良い市長になってくれるでしょう。では私はそろそろ一休みさせていただきますわ。年寄りゆえ歩き回るのは少々辛いですので。やっぱ動物によって寿命が違うんですかね。そっか、どうも。あ、こっちにも。ここら辺は交流仕事得意じゃないんだ。僕は昔風景画家だったんだよ。でももう誰も僕の絵を見てくれないからな。まあ描いてるとでも思っておこう。誰もいない、誰もいない。どうして草は緑色なの？どうして空も緑色なの？どうして風船は浮くの？私の靴はどこ？パパとママはどこ？迷子？大変じゃん。誰もいない。パパママを探すっていうクエストはクエストじゃなさそうですね。じゃあ、でもここまで来てどうすればいいんだろう。要件は、ちなみに俺は同時に複数の物事に対応できない。自分の爪を研ぎ続けるか、お前みたいなやつらと話すかのどっちかだ。俺はどっちをしたいと思う？爪研ぎしたいんだ。犯人と面会か？僕に会いに来てないって知ってたさ。昇進したのに母親さえも祝いに来てくれなかった。かわいそう。ちゃんと爪研いでるモーションがありますね。細かい。で、クッキーでも売ろうっての？出てってちょうだい。ああ、そういうことね。私に不利な証言をするのね。好きにすれば、裁判長の私の死刑でも要求しようがどうでもいいわ。おい、静かにしろ。それ何？ RH が誰か知りたいの？ちょっと待って、罠か何かじゃないでしょうね。わかった、一つだけ情報をあげる。 RH は、おい、面会次回は終わりだぞ。帰るんだ。ええ、電話をかけてもいいって言ったじゃない。もう市長にいたずら電話をかけたじゃないか。ちょっと待ってよ、あれは大事なビジネスの相談だったのよ。追い出されちゃった。RH について結局聞けませんでしたね。回転層？回転？で、メロンの種を持っていたあの子だが、聞いたところ、あいつはキャビティ団のメンバーだとか。なんだって？だとしたらまずいぞ。メンバーを捕まえたことが奴らに知られたらどうなるか。言わなくてもわかってる。町の西側にこのことが伝わらなきゃいいんだが。町の西側に伝えに行けばいいってことかな。猫姫たちいなくなってますね。あれ、コンサートが始まる？ハムスターって本当に素敵。でも背が低すぎる。それハムだからね。自分より小さい男を彼氏にするなんて私には無理。あら、どうしよう。彼氏になることはないと思うから。毎晩ここに座ってギターを弾く犬がいたんだ。彼は今どうしてるんだろう。まあいいか、今はハムスターが一番だし。ハムスターがホックタウンのみんなに無料でコンサートをしてくれるなんて信じらんない。しかも今回の利益は全てチャリティーに寄付するんだって。なんて親切なんだ。いいやつ。ハムスターはホックタウンで今一番ホットなミュージシャンさ。ハムタウンでもナンバーワンになれるだろうが、
あっちじゃあみんなホックスターってやつに夢中らしい。うん、ホックタウンではハムスターが有名で、ハムタウンではホックスターが有名。反対ですね。俺から言わせればダサい名前だよ。そうなの。ショーの開始が待ちきれないわ。ハムスター早く始めて。悪いが警備の都合上ここから先へは通せない。あのハムを守らないと。そうなんだ、本当にみんな夢中なんですね。あのさ、ハムスターがすごいって言われてるけど、俺の仕事あってこそだろ。俺が少しでもミックスでヘマしたらショー全体が台無しになっちまう。ポスターに俺の名前を載せてもらいたいぐらいだよ。まあ、ちっちゃく乗っててもね、いいよね。足が痛くなってきた。なんで座れる場所を用意してないの？最前列で見られるよう昨晩からテントを張って待ってたの。でも寝坊して並ぶのに遅れちゃった。そりゃ残念。ハムスターを見るために来たんじゃない、本当よ。私はすぐそこの歯医者へ向かおうとしていたの。いいじゃん、見るって言えば。さて、うん、おいおい、ドアのへこみが増えてやがる。もっと離れた場所に止めればよかった。ガキども、お前らの仕業だろ。俺の車に近づくな。ぶつかっちゃった。豪華な温風か。ワックスを塗ったばかりで傷一つないって書いてるけど、ドアがへこんでるのかな。これさっきさ、工場見学してた子かな。話せる？ちょっとどけよ、ぶつかるだろ。スクーターで走ってるんだから。ねえ、邪魔だからどいて。足の指を潰してほしいな。すごいな。あ、は、開きましたね。ホグマート。そういえば特大サイズのゼリービーンズがセール中だって。こんなチャンスめったにないから買うべきよね。なんてこった。ブランチピローオーガナイだって。だけどあれが一番好きなシリアルなのに。あのクランチーなふかふかなシリアルがなければ生きていけない。一瞬消えましたね。アリ、ここにいるよ、アリちゃん。ち、価格が高すぎる。この冷凍豆、先週は72セントだったのに、今じゃ85セントもするの？こうなったら店員に値引きしてもらうようするしかないわね。高くなっちゃってるんですかね。ホック銀行会員のみご利用できます。非会員の方は利用料として200ドル、高っ。冷凍ミミズジェラートと常温ホイップ。ミミズジェラートか。地獄牧場の公認オーガニックスパゲッティソース。ビーガン向けではありません。ビーガンへの配慮もある。ファーザーズコルンのポップコーン。いろんな売り物まで見れて細かいですね。ツルキャベツ、5ヶ月熟成させたトゲ付きなし。割引された金属製のボルトとコイル。プレミアムイクリンシャンピュー。哺乳類は使用しないでください。爬虫類用か。お値段を確認しますね。超強力毛玉リムーバー。超強力毛玉リムーバーですね。確か2000とあったはず。ここで何か買い物ができるんだ。さて、西側にやってきましたが、ここで何してるんだい？せっかくこの騒音のない静かな日をゆっくり堪能しようとしているのに。やめておくれ。あんたのせいで台無しだよ。フライパンの底に砂糖と焦げたオート麦がこびりついている。古いパソコンだ。インターネットブラウザの検索エンジンに曲がった針をまっすぐにする方法と入力されている。細かい。半分飲み残したティーカップがたくさんある。半分のティーカップ、飲んじゃえばいいのにね、最後まで。窓だ。外には大きな土の丘がある。若くて幸せそうな山嵐がステージでバイオリンを弾いている写真だ。山嵐。古い写真だ。ホックタウン役所の階段に学生たちが座っている。町の人の生活が見て取れて面白いですね。豚に注意。なんで豚？
君は誰？おじいちゃんが知らない人とは話すなって。それに今はバイオリンの練習の時間だから。あー弾いてる。かわいい。あ、おじいちゃん？あの美しいメロディーが聞こえるかい？あれを聞くたびに涙ぐんでしまう。何か思い出の曲なんでしょうか。ミルクが入ったカップだ。一日中放置されている。香辛料が並んだ棚に乾燥バナナフレークと黄色い胡椒の実、ブラックシーソルトがある。コンロだ。誰かがスパゲッティソースをこぼしたみたい。お、トースターだ。飛び出ますね。ホグタイムズの裏ページに猫王を市長にという広告とフルタイムの親指の爪のトリマーの求人が掲載されている。爪のトリマーか。確かに必要そうな職業ですね。時計は12時9分を指して止まっている。ダーラの祖父の肖像画だ。リアルに描かれている。ジュニアハウンド、子犬探偵の本が整頓されて並んでいる。おもちゃのドラムとレーザー銃、木製のパズル、宇宙人のおもちゃが棚に並んでいる。ダーラの電話だ。ビッグダディ555-3825と書かれたメモが雑に貼り付けてある。ビッグダディ、なるほどね。うるさいからやめてくれる？あー、練習しなきゃホックタウンの交響楽団に入れないの。もうバイオリンをよこしなさい。いや、あー持ってかれちゃった。かわいそう。不公平だわ。大人ってほんとひどい。みんな意地悪でバカ。いやまあね、大音量がするのはね、それはそれでまあわかるけどね。バイオリンを返せって？何を言ってるんだい。あの音のせいでどれだけ不眠に悩まされているかわかる？時間帯を決めればいいんじゃないかな。ダーラのバイオリンだ。触らないで。それはもう私のだよ。あの子の演奏、変化記号の弾き方がなってないのよ。旋律に至っては聞くに耐えない。このバイオリンを返すつもりはないよ。この近所に平和と静けさを取り戻した私に感謝するべきだよ。この人さ、ステージでバイオリン弾いてた人？山嵐なのか？山嵐。この人に教えてもらえないのかな？どうにかできないのかな。おじいさんは？またニードルがダーラを叱り飛ばしているのかい？まあまあ、ダーラ気にするな。この世話焼きのウサギが君を助けてやるからな。そうじゃろ？うむ、すべてうまくいく。何か問題があったら暇そうなやつに助けてもらえばいいんじゃ。これは案外うまくいくのじゃ。それ私のこと？私に助けてって？でもね、楽団に入るためなら練習させてあげてほしいですよね。なんかいない？ここに。いやあ、バー。あ、今のは微妙だった。ちょっと待って、やり直していい？バー。よし、ドッキリ成功。ねえ、怖かったでしょ？うん。はいはい、怖かったくせに。怖かったでしょ？そうと言って。そうって言ったよ。言ったんだけどね。何かできることはないのかな。まあ一旦ね、この子のためにできることはなさそうです。部屋とかも全部調べ直してみたんですけどね。というわけで今回はここで区切りたいと思います。結構調べられるものとか話せる町の人たちがたくさんで、ストーリー進行はゆっくりになるかと思いますが、お付き合いいただければと思います。ご視聴誠にありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。